もひよりんごです。今日の動画は、先に言っときます。くだらないことをやります。とても下品な、動画になる可能性もあるし、成功する可能性もあるんだよね。ちょっとわかんないんですけど、やってみたいと思います。じゃん。題名の通り、コーラを全部飲んで、ゲップをせずにカエルの歌を歌います。まず本当に開いてません。開いてないコーラです。聞いててね、音。あ、やばい、溢れちゃう。ちょっとね、お腹いっぱいっていうのがネックなんですけど、飲んでいきたいと思います。多分ね、これ飲むの時間かかるから、早送りすると思います。いただきます。ちなみに、ゲップをしそうになった時点でこの動画は終わってしまいます。ね、みんな聞きたくないでしょ？だから、終わっちゃうからね。あと半分ぐらい。大丈夫、まだ。お腹がいっぱいって感じ。ちょっと待って、お腹いっぱい。これ意外と辛い。してないよ、まだ。辛い。辛いよ。辛い。やばい。やばいよ、これ。よし。歌います。気を抜けない。涙出てきた。気を抜けない状況。カエルの歌が聞こえてくるよ。グワ、グワ、グワ、グワ。ゲロ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 クワクワクワ。歌えたー！ちょっと切ります。一旦切りますね。はい！どうだったでしょうか？歌えた！いや、歌えたよ。歌えた！私ね、強いらしい。どうやら。うん。まあ、お腹がタポタポなんだけどね。でね、なんかね、インターネットで調べたらなんか胃に穴が開いてたら、その炭酸入ってもゲップが出ない。って書いてたんだよね。ちょっと怖いなと思ったんですけど、まあ今回の動画は成功ということで、イエイ！私はコーラを 500ml 飲んでカエルの歌を歌いました。ありがとう。すごいゆるいっていうか、くだらない動画になってしまって本当申し訳ないです。今ね、撮ってる時間がですね、5月25日今日の、8時32分になるんですよ。リアルタイムな動画なんですけど、見てくれてありがとうございました。よければ、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いけたよ。いけた。ちょっといけんじゃん。でも、めっちゃお腹いっぱいなんですけど。